中丸トールは、テレビ朝日所属の社員で、同局の元アナウンサー、元報道記者。神奈川県横浜市出身で、栄光学園から東京大学へ進学。大学時代は、ラクロス部に所属していた。大学卒業後の1999年に、アナウンサーとして、テレビ朝日に入社。アナウンサー時代は、情報番組のリポーターやキャスターを務める一方で、 ワールドプロレスリングの実況陣に加わっていた。また、特装戦隊、デカレンジャー、仮面ライダーブレードの DVD では、特典映像に司い、進行役で出演。ワールドプロレスリングでは、重心サンダーライガーから、お前プロレス嫌いだろうと言われたり、元、WWE のジョーニーローラーから、近敵攻撃の洗礼を受けたりした。2004年4月からは、早朝の情報番組、 朝一、ジウ馬の木、金曜日でキャスターを担当。しかし、2005年6月で降板すると、自身の希望で翌月から、社会部の記者へ移動した。その後は、政治部で、鳩山幸男首相を担当記者などを経験。2012年7月からは、外交部の記者として、ニューヨーク市局へ赴任している。2012年5月に結婚した。2016年8月頃は、 政治部の与党担当キャップを担当していた。2017年9月30日のサタデーステーションと10月1日のサンデーライブで解説を行った。2019年8月8日のスーパー J チャンネルで小泉進二郎と滝川クリステルの結婚について解説を行った。この際に 司会の渡辺のりつぐから2019年夏まで自民党担当の記者だったことと人事異動でスーパー J チャンネルのディレクターになったことが紹介された。2020年9月25日現在は再びニューヨーク支局に赴任している。中丸通るテレビ朝日2007年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年4月2日閲覧アーカイブ 佐々木亮太。それぞれのスタート。アナウンス部感想芸会。テレビ朝日。2012年1月30日閲覧。テレビ局の報道。政治部記者の仕事って。第18回テレビ塾を開催。テレビドガッチ。2012年1月30日閲覧。同期会への場合。河井彩オフィシャルブログ。2012年8月9日閲覧。ありがとうございます。